HAL ルドライアロインディア二千十2013での HAL ルドラ HAL ルドラはインドのヒンドスタン航空機が開発した汎用ヘリコプタードゥルーブの武装派生型である。ルドラには赤外線前方監視装置、熱線映像装置、20mm 機関砲、70mm ロケットポット、対戦車ミサイル、空対空ミサイル等が装備される。HAL ドゥルーブ。 WA-SI プロトタイプドゥルーブの設計を発展させた本格的な攻撃ヘリコプターである HALK 戦闘ヘリコプターの試験中にドゥルーブの機体設計に大きな手を加えず迅速に配備運用が実現可能な案としてドゥルーブの武装バージョンの配備が考えられたこの機体はルドラと命名された2011年9月にルドラの電子工学システムと 武器システムの統合試験 20mm 機関砲を含む火器の発射試験が行われ11月には 70mm ロケット弾ポットよびまだ製ミストラル対空ミサイルの発射試験が行われたルドラは要求された性能要件をクリアしたルドラはドゥルーブマーク3と同等のグラスコックピットを備え統合されたセンサー火器完成システム 電子線システムを搭載しており、センサーには昼間及び夜間用の赤外線カメラ、赤外線前方監視装置、レーザーレンジファインダー等が含まれている。また、祖父製の統合防衛補助システムを装備しており、これには、電子戦に対する防護システム、照準レーダー被傷者及びミサイル検出、警報装置、赤外線妨害装置、チャフ及びフレアディスペンサーが含まれている。 ルドラは偵察、兵員輸送、対戦車線、近接航空支援など様々な任務に投入可能であると考えられている。2012年9月には最初のルドラ量産機に対する地上での試験が完了し、この中では対中ミサイルの運用試験も行われた。この試験の完了後、インド陸軍と空軍は計7 6機のルドラを HL に発注した。 2012年から13年にかけて、インド海軍もルドラの試験を行い、この機種が沿岸での監視任務に適していると結論づけた。インド海軍は、ルドラのセンサーシステムが12から 14km の距離で船舶を追跡し、船名を読み取れることに感銘を受け、20機以上の発注を検討しているとされている。インド陸軍航空隊のルドラマーク4、ありがとうございます。